こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、私見ての通りめちゃくちゃ髪の毛を染める人なんですけれども、たくさん質問をいただいていて、そんなに髪の毛染めてなんか髪の毛傷まないんですかとか、なんでそんな髪の毛ツヤツヤなんですかってね、たくさんね質問をいただくので、今日は私のヘアケアっていうか、このなんだろう、この髪の毛を結構染めてるけど髪の毛を綺麗に保っている方法を教えたいと思います。なんかさ、ちょっと今日朝からさ喋ってなくって、独り言しか喋ってないからさ、全然喋れないんだけど、まあ喋ります。はい、ということでですね、私月に1回美容院行ってるかな。月1か2ヶ月に1回ぐらい美容院に行って染めてるんだけれども、前の動画で言ったと思うんだけどね、鮮やかな感じで、これ染めてるのはエクステなんで自分の毛は染めてないんだけど、自分の毛もね、まあ毎回毎回美容院に行くと染めるわけです。結構明るくなっちゃうんだよね、このぐらいの地毛。写真載せればいいか。写真撮ったっけ。つむつむー、このくらいの髪の毛の長さなんだけど、これくらいね。この地毛はなんだろう、ベースのカラーを全部のせてて、まあ毎回毎回染めてるから傷むちゃ傷んでんのかなって思うんだけど、私が行ってる美容室でトリートメントが入ったカラー剤でやってもらってるから、そんなに髪の毛が傷まないのと、あとね、そのダブルトリートメントって言って、シャンプーした後になんか時間を、霧吹きみたいなやつをして時間を置いてトリートメントするやつをいつもやってもらってるんで、結構ねそれに助けられてるっていうところもあるんだけど、それをしても1週間2週間ぐらい経つとね、髪の毛を結構バサバサになってくるので、そこで私がいつもやっているヘアケアを紹介したいと思います。やっぱりね、美容室のトリートメントはすごいいいので、できればちょっと傷んだなーとか潤いがなくなってきたなーと思ったら美容院に行くのがおすすめなんだけど、私が今まで使ってきた中ですごい良かったなっていうものを教えたいと思います。でね、美容院から帰ってきた日はとりあえずね軽くシャンプーするんだけど、私の最近使ってるシャンプーはこれです。ラックスの傷んだ髪にのやつです。ゴールドのカラーのやつを使ってます。前まではね、めっちゃいい匂いする、もうラックスのねいい香りにね気づいてしまった。前まではパンテーンを使ってて、パンテーンもすごいいい香りがするし、私ね前から使ってるこのねパンテーンのトリートメントウォーターを使ってるから、そのパンテンつながりでシャンプーを使ってたんだけど、すっごい香りもいいし髪の毛トゥルットゥルになります。これすっごい良かった。でシャンプーをして、私ねエクステつけてるから、オイルはあんまり塗らない方がいいよって言われて、エクステってさ、私の場合はシールでやってて、髪の毛地毛があってそれをシールで挟むタイプのやつなんで、オイルを塗っちゃうとその隙間にねオイルが入って取れやすくなっちゃったりとかするので、毛先だけねオイルを使ってるんだけど、毛先に最近使ってるのはこちら、リピアミューズのヘアオイルを使ってます。これのエラっていう方かな、これピンクと水色があるんだけど、私は水色の方を使ってます。これね結構ねオイルっぽさがないのよ。私前まではこのロレアルパリのエクストラオーディショナリーオイルを使ってたんだけど、これはねがっつりオイルっていう感じだけど、これね手に出してみるとね、すっごいね全然ね、わかるかな、うわ跳ねた、すっごい水っぽいんですよ。すごい水っぽくって、めっちゃいい匂いするこれで、濡れた髪にも乾いた髪にも使えるタイプのやつです。うわめっちゃいい匂いする。冬とかね結構髪の毛が乾燥するときはこっちを使うんだけど、今夏でね、まあ、髪の毛もそんなに乾燥してないんでこっちを最近使ってます。めっちゃいい香りだし、スタイリングするときとかもね、髪の毛短かったりとかすると、外跳ねとかさちょっとウェッティーな感じにしたいときとかはこういうのを使ってウェッティーさを出してます。まあね、今紹介したこのラックスのシャンプーとリンスと、あとヘアオイルはね毎日欠かさずやってるんですけれども、美容院に行って1週間2週間ぐらいすると毛先もパサパサになってくるし、このねトップの方もね結構ねツヤがなくなってくるので、そのパサパサになった時から美容院に行くまでの間に1週間に1回とか2週間に1回ぐらい自分でできるトリートメントをしてるんだけど、それがねこちらです。じゃーん、ディーセスって読むのかな、リンケージミューってやつです。このトリートメントはねピースの竹内さんに教えてもらったもので、自宅で簡単にできるトリートメントっていうやつです。で番号がねこれ123って書いてあるんだけど、この123の順番で使っていくんだけど、こっちをやって少し時間を置いて、これをやって少し時間を置いて、この3をやって目が洗い込む、こういうやつで溶かして少し時間経ったら流すっていう感じのやつなんだけど、これを最初に使った時はね結構ねしっ
っとりしすぎるかなって思ったの。流す時とかも結構リンスをした時みたいにサラっていう感じじゃなくて、なんかちょっと突っ張る感じはするんだけど、ドライヤーで乾かしてみるとね、全然髪質が違います。やっぱりトリートメントすごいなって思ったんで、私はねそんなに何回もトリートメントを変えてるわけじゃないんだけど、今まで使った中ですごく良かったです。結構ねちょっとお高めなんでね、全部セットみたいな、これプラスあとなんかなんだろうな、チューブタイプのやつみたいなものあって、それがついて、私いくらぐらいで買ったんだっけな、1万円ぐらいだったっけな。そう、結構ねヘアケア商品って結構高いんだけど、高いなりにすごいいい成分とかが入ってるんで、髪の毛はね一生もんなのでね、まあ仕方ないかなと思って、髪の毛にはいつでも元気でいってもらいたいなと思うので、このトリートメントを買ってやってます。あとさっき最初言い忘れちゃったんだけど、毛先だけヘアオイルつけるって言ったんだけど、この上の方は何つけてるのかっていうと、パンテンのトリートメントウォーターをつけてます。これは霧吹きタイプで、ウォータータイプのやつだから、これをかけてやるとエクステのところにオイルが入って取りやすくなっちゃうっていうこともないので、エクステをつけててヘアケアしたいけどオイルはダメってなった時は、このパンテンとかそのミストタイプのやつをかけるといいと思います。はい、ということで以上私がいつもやっているヘアケアの紹介でした。なんだろう、動画でなのかな、でも結構ね友達にもやるんだけど、なんでそんな染めてるのに痛まないのって言われてるんだけど、実際髪の毛自体は傷んでるんだけど、こういうなんかヘアケアをちゃんとすることによって、まあ、傷んでても傷んで見せないっていうか、傷んでるけど少しはマシになってるかなっていう感じです。で、あとね最近気づいたんだけどね、ワックスをね私最近つけないようにしてるんですよ。なんかワックスをつけると髪の毛のこのせっかくトリートメントしたトリートメントが落ちちゃってる気がして、ワックスをつけて1日遊んで髪の毛洗うとなんかねすっごい髪の毛キシキシになっちゃうんで、最近はワックスをつけてなくって、こういうヘアオイルでセットしてます。どうしてもつけたい時は結構緩めな、私はロレッタの緑のやつのワックスを使ってるんだけど、ワックスにこういうオイルを混ぜて、ワックスの成分を少しだけね和らげるようにオイルとかを入れて使ってます。はい、いつもこんな感じで髪の毛をケアしております。たくさんのリクエストありがとうございました。よかったら参考にしてみてください。私的に最近ハマってるのはこのラックスのシャンプーとリンス、この匂いがすっすごいいいし、あとねこれリピアのやつ。ということで以上今日の動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。